い、皆さんこんばんは、あ、こんにちは、おはようございます。いや、目覚ましテレビじゃないんだから。はい、ウラズチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、そらやすきあみです。どうぞ。本日の料理は和食です。韓国中華ってきたんで、もうここはもうジャパンだろうということで、お魚を焼いていくんですけど、サバです。私はサバが大好きなので、サバを買ってきたのと、あと和食といえばやっぱね、味噌汁なんで、味噌汁を作っていきます。もう焼くだけと味噌汁で味噌汁を作るだけっていうことなんで、もう何もすることがないんですよ。言ってしまえば動画超つまんないみたいな感じのお題なんですけど、サバはでもあれだよ、照り焼きとかぶり焼きとかいろいろ、なんかいろいろあるよ。あ、確かに。何焼きにするの？一番プリプリなやつかな。なんだっけ、なんだっけ、プリプリなんだ、生だろ。そう、ただ焼いただけ。本当かい、本当かい。あ、そう。ということで、レッツゴー。よし、手を洗っていきます、まずね。ちなみに今回米はもう炊いてるんだよね。そうです、米は2合炊きました。はい、2合。味噌汁はすぐに作っちゃうんで、これを置いてきます。はい、味噌汁は邪魔です。邪魔ですって。ということで、はいはい、サバなんですけれども、この1本1人じゃなくて、うん、この1本を2人、うん、1尾ね、1尾、うん、あれ硬いな、これ。サバってこんなに硬かったっけ。じゃあ行きます。い、気をつけてね。はい、はい、あ、これダメか。今2尾いっぺんに切ろうとしたでしょ。じゃあちょっとこういう感じになっちゃった。はい、はい、いきます。うお、うわうわうわ、ぱっくり切れましたよ。これなんか飛びうおみたいですね。何このこれ。飛びうおみたいな、飛びうおみたいな感じですね。大感じでこんなぐらいにします。こいつ少なすぎない。ステーキグリルでいきます。はい、了解です。何も敷かなくていいのかな。いいけ。ちょっと待って。あれでもこれ早友さんちのグリルだから、汚れたらまずいんですよ。ね、下に油が落ちるから、お水を張っといた方がいいね、魚焼きグリルの下に。だからコップとかでジャーってお水を。それよく見ましたわ、お母さんが。何やったの？お母さんがやってんの思い出しましたわ。やってるでしょ。こんぐらい？もうちょっとかな。まあまあまあ、全面に行き渡ればいいよ。焼いていくんですけれども、うん、このまま焼くのはよくないですよね、もちろん。塩がついてないじゃない。塩ですね。砂糖はいらないかな。塩と塩。塩はいらないかな。そっちに行くんだ。そっち皮だよ。え、まあまあ別に、どっちでもつければいい、どっちでもつけてればいいけどさ、これでもよくないね。俺がだから言っちゃいけないんだよ、アミちゃんに。いろいろ言わないっていうのが面白いんだからね。言わないと自国の料理ができて、うん、後から食べる人が苦しむっていう。これならアミちゃんの前家族に振る舞ったという写真を見たことあるんだけど、地獄のような見た目だったもんな。見た目エグかったですよね、うん、でもね、なんだかんだうちで作った麻婆豆腐も見た目はエグかったけど味は美味しかったからね。そうっすよね、うん、だ、意外と見た目より味を重視する料理人なのかもしれない。左奥のやつ分厚いな、やばいですよね、これ、うん、絶対焼き時間違うよ、その4尾。確かに、なんで私こんなに違うの。同じ198円なのに詐欺だ。切り方だよ。いきましょう。これはじゃあ多分、うん、グッズって奥側の方が、うん、焼ける気がしたんで。奥にこれもそうかい、OK、なー、すごい、ね、縦横で置くの。ちょっといろんな形で置いてみるっていう。安心だね、ひっくり返すとき気をつけて。ひっくり返すんですか。そりゃそうだよ、だって上からしか火ついてないんだから、魚焼きグリルって。あ、そっか、そうだ。そっか、そうだよ、自然に煮えくり返ったりとかじゃないですよね。煮えくり返ると煮ちゃってんじゃん、それ。ちょっと今こういう感じで焼い、はい、入れてちょっといい感じになってますよ、はいはいはい、あれ、まさかの上に火がついてる。あ、消えた消えた。上に火がついて、で上を焼くの、だからひっくり返すの。あ、じゃあ先に下からのもいいか。先に下からってどういうこと。あの、皮が焦げ焦げになっちゃいません。あ、そうだね、先に身を上にした方がいいよ。あ、危なまい。何それ、危なまい。危なーい。じっくりコトコトがいい気がするんで。チュッ。 OK。
ということでですね、もうこれで完璧。はい、ということで味噌汁のバージョンを作っていきます。はい、今回味噌汁の具はわかめ、はい、油揚げ、はい、油揚げ、厚揚げ、厚揚げ、え、厚揚げ、あのお豆腐にしようかなと思ったんですけど、うん、私油揚げが好きだから、もう自分で作るものぐらい自分の好きなものにしようと思って、うんうんうん、油揚げ中心にしようと思って、そうか、ね、厚揚げは前に油揚げあるじゃないですか、うん、だから油揚げ、オッケー。これは、うん、結構いつもあれに入ってる油揚げの感じにします。どれ？味噌汁に入ってる。なるほどね、油揚げの。自分が作ってるものを忘れた。あれに大体美味しい絹厚揚げ、ダダン。ちょっと見せてくれるわけじゃないんだ。焼いて美味しいです。まあ焼かないんですけどね。本当だよ、焼いて入れるわけでもないんだな。しっかりと、うん、あのサボってきます。ゴミみたいな持ち方するんだって。どのくらいの大きさかなって思ったんですけど、これだったらまあ一口でいけるか、うん、湯を入れていきます、ね、はい、どのぐらい入れればいいんだけど適当で。どのぐらいの一人二役、どのぐらい入れればいいんだよ適当で。どのぐらい飲みますかって話だよねっていうことだよね。最近分かったことあるんだよ、はい、あのアミちゃんの料理の味付けの仕方どっかで見たことあるなと思ったの、はい、大泉さんだわ。大泉洋さん、大泉さん、大泉洋さんって昔料理めちゃくちゃ下手だったのよ、はい、で、あれね、なんでなんだろうって思ったの、で、なんか見てると下手そうじゃないのよ、はい、あのね、やっぱモデルさんとか役者さんじゃん、はい、甘み調味料を入れないんだよね。お、体に多分気使って、あー、亜美ちゃんも見てて甘み調味料を極端に入れない人なんだよね。確かに。そう、醤油とか辛くなるものは結構優勝って入れるんだけど、砂糖とかウスターソースとかケチャップみたいなの全然入れないから、あとモデルさんとか役者さんで体に気使うから、無意識にね、無意識に甘み調味料を入れないんだなと思って。それ真理です。なんでしょ、多分思った、真理です。私も無意識に砂糖って聞くだけで、えってやられます。だから俺砂糖じゃんって言われた時、えって言ったじゃん。でも治ったでしょ、意外と。はい、そう、あ、なんかね、役者さんってやっぱそういうの意識するんだなと思った。確かに、砂糖よりもだったらみりんみたいな、うんうん、もういいのかなとか思って、砂糖ボコって入れられると蜂蜜とかみたいな。え、蜂蜜はいいんだよ、蜂蜜ビーガンだからね。今どんな感じでしょう、味噌汁が。完璧な鍋みたいになってますけれど。怖い怖い、これはちょっと。で、これをちょっと沈ませといて。味噌汁じゃないって言われたら美味しそうだけどね。確かにね、ここから味噌を入れるだけでも味噌汁ですからね、うん、味噌汁って定義ありませんからね。いや、あるよ。ベーコン、ベーコン、なんかあの脂肪がめっちゃ溜まってるんで。どうするんだよこれ。増やすか、増やしましょうか、増やしましょう。シェフ、鍋変えた方がいいんじゃない？大魔の顔。いやー、でも油揚げの悲鳴が聞こえますよ。そうなんですよ、うん、いいんじゃない？お、いい感じだよ、ほら、いいっすね、いいじゃん、いいじゃん、よし、火消そう。どうですか？うん、水道水。嘘。うっそ。セブンイレブンに味噌って売ってますか？味噌ですか？ちょっと見てみますよ。あ、なかったら帰ってきてください。あ、OK です、 OK です。一軒だけで回るのは大丈夫ですよ。はい、お願いします。はい、あんなに売った味噌がすっからか。はい、ということでですね、五郎さんが買ってきてくださいました。イエーイ、よかった、味噌もうこんだけあれば絶対大丈夫ね。いや、足んないんじゃない？で、追加すんだよ。どうですか？あ、でも、あ、うん、まあ、いいんじゃん。もういいよ、味噌はもういいよ。もういい。もういいよ、もう入れなくていい。もう入れない。なんだかんだ、ちょっと、しょっかいじゃないかな。どうだろう、まあ、いいんじゃない。本当ですか？いや、これ以上お湯足すのもあれだから、まあ、そんなんで。ということで。あと、スプーンについてるのだけも溶かしてね。ということでですね、皆様、味噌汁が完成しました。こんな感じで味噌汁ができました。ちょっと具、いいね、具が、もう、あの、全面に埋め尽くされてるのは、
も同じなんですけれども、確かに毎回だな。実食してきます。はい、みももさんパチパチありがとうございます。あみちゃんが作ってくれた味噌汁&これなんだっけ、サバ、サバです、サバの塩焼き、サバの塩焼きです。これが中身はですか、お揚げさんと、ですか、すごい下味ちゃんついて美味しいよ。美味しいですか。うん、美味しい美味しい。え、あの味噌汁から、うん、うん、カツオ汁美味しい。あ、美味しい。これご飯に合う、あ、うん、ちょっとしょっからいぐらいで美味しい。そうね、ちょっとしょっからいですけど、うん、でも、でもご飯に合う。食べてますよ、どうですか、五郎さん。ご飯うまい。そういうところ。いや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 、そういうところ。すぐにサバ行かないところ。いや、あの、ご飯、ご飯作ってないんすよ。いや、わかるよ。ご飯みたいな、わかるよ。炊いただけなんすよ。もう機械なんすよ、なんなら。まあね。サバうまいね、これ。GR 最低。まあまあ、GR 最低。もう、五郎さんには次回以降聞きますね。はい、ということで、どうでしたか、サバと、味噌汁は。いや、マジでね、はい、あみちゃん の、はい、あの、その、料理ができないっていう、はい、もう根底から覆された。おお、どうですか、はやとめさん。何が、私の味噌汁とサバはいかがでしたか。いや、もう俺はだって何度かあみちゃんの料理食ってるけど、はい、美味しい。おお、ということでですね、ヤミ、はい、私は日本食をいけるという、はい、という感じでもう3回目にして成長が見られますけれども、はいはい、この動画が楽しかったと思ったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントもどしどしお待ちしてます。それではありがとうございました。バイバーイ。はい、この動画で私に作ってほしい料理を、コメント欄にてどしどし募集しておりますので、ぜひぜひ皆さんコメントを書いてください。ありがとうございます。バイバーイ。